小出さん、はい、今日もよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。小出さんに今日お聞きしたいのはイランの核開発問題についてです。はい。11月の24日にイランとアメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、中国、ロシアの6カ国が、ウラン濃縮活動の、縮小と、そしてその見返りに経済制裁の一部を解除するということに合意をしました。はい。このイランの核開発協議については小出さんはどのようにご覧になられましたでしょうか。いわゆる国連常任理事国という5カ国がありますね。米国、イギリス、フランス、ロシア、中国ですけれども、それらの国々は核兵器を持っているからこそ国連の常任理事国になっていられるという、そういう国際政治上の問題がまずあるわけですね。はい。で、それらの5カ国が他の国には絶対に核兵器を持たせないと言って作った条約が、核不拡散条約なわけですから、はい、私自身はその条約自身に反対なのです。はい。私はできる限り公平な世界を作りたいと思っていますので、核保有国だけは持ってよくて他の国には一切許さないという、そのような条約そのものを認めたくないと思っています。じゃあ他の国がどんどん作っていいのかといえば、もちろん私はそう思いませんので、イランも含めて、まあ、日本もそうですけれども、核兵器をなんとか作らないという体制の方に行くしかないだろうと思っています。はい。でこのイラン制裁を受けてきたのはウラン濃縮の問題のためでありましたけれども、はい、この度、まあ、合意に達したのが濃縮度、ウランの濃縮度を 5% を超える部分に関しては停止をすると、つまり 5% を超えないようにさせるということだったんですけれども、はい、この線引きについて、ご説明いただけますでしょうか。はい。ウランという物質ですけれども、はい、地球上あちこちに、まあ、あるのですが、はい、それを掘ってきたときに核分裂するウランと核分裂をしないウランという2種類のウランがあるのです。はい。で核分裂をするウランというのが、まあ、原爆材料になったり原子力発電所の燃料になるのですが、それは掘ってきたウラン全体の 0.7% しかありません。はい。そんなものであると燃やしたいと思っても火がつかないのです。で、まあ、なんとか苦労をして火をつけようとするわけですけれども、今日日本で使っているような原子炉の場合には、はい、その燃えるウラン、核分裂するウランを約 5% ぐらいまで濃縮ということをやりまして、はい、ようやく火をつけるということをやっているのです。で、もう一つは、まあ、イランが主張しているように研究のための原子炉をまあ、動かしたいのだと。で研究のための原子炉であると 5% というような比率で燃えるウランがあるという、そういう燃料では高性能な研究ができないということになりまして、はい、せめて 20% ぐらい核分裂性のウランが含んでいるウランを使いたいということになります。はい。でそのために、まあ、イランは、自分のところでちゃんとそれをウランを濃縮して研究のために使いたいのだと言って、まあ 20% というのをやろうとしてきたわけです。はい。でさらにもっと言うなら、原爆を作ろうと思うときには、はい、90% 以上の濃度で核分裂性のウランが欲しいということになるわけです。はい。ですから通常私たちのようにウランを取り扱う人間では 5%、そして 20%、そして 90% というような数字を目安に使ってきたわけです。はい。イランは、まあ、原子力発電所の場合だけでよければ 5% の濃縮のウランでいいわけですけれども、自分のところは研究のための原子炉も動かしたいから 20% を自前で作ると言ったのです。はい。しかしそうしてしまうと、まあ、5% から 20% まで濃縮度が増えてしまうわけですし、はい、そのまま進めてしまうと 90% ということもできてしまうだろうということで、うん、欧米各国がまあ大変心配をして、うん、イランには濃縮をさせないという、そういうタガをはめようとしてきたのです。はい。この
ウラン濃縮、この過程をまあ見せろと、ちゃんと監視をさせよということを欧米諸国ずっと要求してきました、はい、で見せたり見せなかったりと、あるいはこれは我々の、平等な、国際的に平等に保障されるべき権利であると、はい、いう立場をイランを取ってきました、はい、小池さんが見る限りやはり兵器転用を目的として濃縮活動を進めているというふうにはこれまでの経緯からしてはそういうふうに受け止めてこられましたか。ですね、それはちょっと問題があると思うのですが、例えば、ウラン濃縮という技術ですけれども、はい、原子力発電所の燃料を作るためにもその技術が必要なわけですね、はい、研究炉の燃料を作るためにも必要なわけですし、核兵器を作ろうと思えばまたその技術が必要なのですね。しかしそれ同じ技術なのです。なるほど、はいはい、要するにあの平和利用だと言おうと、あるいはもうもろに核兵器のためだと言おうと、技術自身は同じものなのです、はい、例えば日本ではですね、原子力というと何かあたかも平和利用で、核というと軍事利用だというように何か言葉が使い分けられてきたのですね、はい、でも、例えばそのニュークリアウェポンといえば核兵器ですけれども、はい、ニュークリアパワープラントというと原子力発電所と略して使い分けてきました日本では。はい、ではニュークリアデベロップメント、どういうふうに訳すかというと、それをイランがやるときには核開発と訳す、そして日本がやるときには原子力開発と訳すですね、うん、私はそういうあの訳し方が大変が汚いやり方だと思っていまして、もしイランがウラン濃縮をするのを核開発だと訳すのであれば、日本もウラン濃縮しているわけですから、はい、ちゃんと核開発と訳すべきだと思うのですが、イランは悪い国だから核開発、日本がウラン濃縮するなら原子力開発でいいものだというような情報操作がずっと行われてきたんですね、はい、そのことにまずは私たち自身が注意をしなければいけないと思います。でイラン自身は自分たちのやってるのは平和利用だとずっと言い続けているわけで、もし日本が自分がまあ平和利用だと言って原子力開発だと訳してきたわけですから、イランが平和利用だというなら原子力開発と訳さなければいけないと私は思います。なるほど、そういうところでもあの公平性を欠いた報道だなと私は常々不愉快に思ってきました。はい、ただしあの先ほどから聞いていただいているように、平和利用であろうと軍事利用であろうと技術は同じですので、イランという国がウラン濃縮をどんどんやってしまうということに関してはやはり注意をしなければいけないと思いますし、核兵器に結びつかないようなということで、イランにももっともっと透明性を持って情報を公開してほしいと願います。小出さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。